これまではスクールに関しては本当年間が2、300万という状態だったんですけども、北野先生から学ばせていただくことによって1週間で216万の売上を上げることができました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はセラピストスクールをされている受講生の大谷さんが7日間で216万の売り上げを達成された方法についてですね、実績の動画を撮っていきたいと思うんですが、大谷さんはですね、後ほどまたお伺いしていきますが、もともと年商でも2、300万っていう状態からしっかりとその集客の媒体を構築することで1週間で216万円ということで、年商が逆に1週間の売り上げになってしまったということで、月商ベースでも250万以上の売り上げを達成されたその秘訣について具体的に聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では今の活動内容を具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、セラピストスクールはですね、これまではリアルで説明体験会を受けていただいてたんですけども、北野先生から学ばせていただくことによってオンラインを活用した重要視したプログラムに変えることができるようになりました。では次ですね、ご入学のきっかけも教えていただけますでしょうか。まず北野先生を知ったきっかけが本でした。本屋さんでこの本を見つけて、はい、YouTube で体験させていただいて、体験会で学ばせていただくきっかけになりました。ありがとうございます。書籍もねお手に取ってくださってたということで、僕自身もとても嬉しいです。早速ですね、ご入学前の状況はどういった感じだったんでしょうか。入学させていただく前まではホームページと口コミで集客をするような形で、スクール自体はほとんどがワンデー講座という形だったんですけども、これからはしっかりとしたケアができるような仕組みを作らせていただくことができてます。ありがとうございます。じゃあ次は入学前と比べて、ご入学後に起こった具体的な変化であったりとか、数値的な成長というところも教えていただけたらと思うんですが、これまではスクールに関しては本当年間が2、300万という状態だったんですけども、北野先生から学ばせていただくことによって1週間で216万の売上を上げることができました。すごいですね。でも個人でね、自営で2、300万って結構すごいですけど、それが年商だったのが週商っていう1週間で215万っていうだけということで、はい、ちなみに単価ベースで言うといくらのサービスが何件っていう形になります。セラピストスクールの平均単価が35万円前後で、今回6件決まることができました。おめでとうございます。素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、ちなみに1週間で215万円もかなりすごいですけど、その後もまたご契約がいただけたということで、月商で言うと今月はどれぐらいになった感じでしょうか。はい、今月は255万円になりました。255万、素晴らしいですね。ちなみにその成約率ベースだと何パーセントぐらいでご契約いただけますか。はい、7分の7の 100% です。すごいですね。本当にもう7名の方がご相談来てくださって、7名全員ご成約ということで 100% 成約率をね、はい、かなりすごいですけども、そこに至った経緯としてはどういったものが挙げられますでしょうか。まずは北野先生のメソッドを動画で学ばせていただいて、自社で足りていなかったところが分かってきましたので、いろいろインスタグラムの改善点であるとか LINE も始めることができましたので、それがうまくいってるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。あとね、ローンチ動画だったりとか、結構営業のねプレゼン資料とかもかなり修正をして、あとインスタグラムストーリーズの募集とかでも結構反応が取れたっていうふうにね、はい、おっしゃってましたが、ここから先より具体的にですね、大谷さんがインスタグラムをはじめとした各種 SNS マーケでここまで成果を出された秘訣や意識されているポイント、ノウハウについてね、具体的に深掘っていきたいと思いますので、はい、ではですね、今こちらに出ているのが大谷さんのインスタグラムになりまして、大谷先生1日1分で小顔になれるノーモミセラピー専門家というねコンセプトで今発信をされていらっしゃっていて、初回コンサルでもねプロフィール文章とか一緒にテコ色させていただいたわけなんですけども、実際発信している中でインスタグラムとかでですね、意識されているポイントとか教えていただけますでしょうか。個人相談させていただいたり、リールとフィールドのバランスであったり、色使いであったりとか、その辺をですね意識して作らせていただいたりとか、あとはハイライトも活用することが学ばせていただいて、全然分かっていなかったところから一から教えていただいたことによって、全体的なところが見えるようになってきました。ありがとうございます。ちなみに大谷さんは今までインスタグラムとかをしっかり結構学ばれたこととかは過去にあったんでしょうか。いや、もう今回初めてです。このインスタグラムとか LINE とかをビジネスとして使うことができたのは1週間1ヶ月ぐらいの間です。で、実際にここまで成果を遂げられているということで、もちろんリールだったりとかストーリーズ、そして投稿の統一感っていうのも意識されているということで、こうやってやっぱライブとかもしっかりされていらっしゃるということで、なんかインスタライブでね意識されているポイントとかもあればちょっと教えていただきたいなと思うんですが、はい、ライブに関してはまだ1回か2回しかやってないんですけども、まずは全体としての時間配分とか台本を作ることによって、どういう目的でこのライブを開催するのかっていうことを意識してさせていただきました。ライブごとの目的をしっかり決めていくっていうところですよね。あとライブの頻度だったりとか時間っていうのはどういったあたりを意識されていらっしゃいますか。ライブはまた私自身がまた慣れることが一番の目的だと思っていて、まずは一人でやっていくこともそうなんですけど、今はコラボだったり複数人でやるんですけども、大体40分のライブを週に1回から始めていこうかなと思ってます。そうですね、大体ソロライブとかだと最低30分以上がベストで、30分インスタライブをね続けていくと同視聴数がピークに達するのが大体3、40分ぐらいなので、大体30分か1時間の間で皆さんもねやっていただくのがいいかなと思うんですが、あとは実際にインスタグラムから LINE に登録があって、その LINE からやはり最後の売れる動線としては、大谷さんの場合はインスタグラムから LINE に登録していただいて、そこからポベストなんていうね流れをこれから組んでいこうというふうにされていて、なんか LINE の入
配信とかで意識されてるポイントとかございますでしょうか。 LINE は2年ぐらい作って全然動かせてなかったんですけども、一応月2回以上は配信するということと、プレゼントを受け取っていただけるような内容を発信させていただいてます。 LINE 登録いただいたらプレゼントをなんかスタンプとかメッセージをくれた人に送って、それで動画を見てもらうということで、はい、より、ね、信頼関係を構築していくっていうんですよね。で今回ね、大谷さんの場合は入学いただいてまだ1ヶ月ちょっとっていう形なので、これからねしっかり LINE の設計とかもね本講座でやっていく形になるんですけど、今回ご制約いただけたその7名中7名のお客様というのは、実は LINE ではなくてインスタでね募集されたっていうふうにおっしゃってましたね。はい、そうです。具体的に言うとインスタグラムでどういうふうにして募集された感じでしょうか。リールとストーリーズで予約をいただいて、個別相談で説明させていただきました。リールとストーリーズで募集をしていただいて、そこから DM で、そこから Zoom 面談っていう形につながってっていう形で、当日個別相談ですね、セールスの時とかに意識していたポイントだったりとか、こういうことを伝えていこうとかですね、そういうポイントとかあれば教えていただけますでしょうか。はい、すごく役に立ったのが、記者の先生から学ばせていただいた商品構成ということで、今まで作っていた商品と切り口を変えて商品構成を改めて作らせていただいたことによって、スムーズに喜んで入稿していただくことができてます。本当は商品設計っていうところが魅力的で、それに価値を感じていただいてっていう即決で申し込みいただきたいということで、はい、あとはサービス内容もすごい素晴らしいということももちろんだと思いますし、それをどう伝えていくかっていうところで、営業のプレゼン資料、パワーポイントみたいなねスライドがあると思うんですけど、はい、あれを作るときに意識されたポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか。まず全体的に相談聞いていただく方に全体像を知っていただくための流れを意識して作らせていただいたんですけど、なぜそのような商品構成が必要なのかっていうことを事前情報から流れを作って伝えさせていただいたことによって、より納得していただくことができたのも、北野先生の説明会に参加させていただいたおかげかなと思います。ありがとうございます。うちのね講座生の方とかは、うちが使っているスライドの資料だったりとかテンプレート、そしてセミナー解説動画とか全部ねお渡しさせていただいてるんですけども、スライドのもちろん順番とかもそうですし、あとはカリキュラムの中でも、なぜこのカリキュラムはここにある必要があるのかっていうと、実はこういう理由があるかっていうのを伏線をねしっかりと立てていって作っていく、いわゆるここのドラマのシナリオだと僕はね思ってるんですけども、はい、説明会シナリオはね、はい、そういった伏線をしっかりと散りばめていって、より価値を感じていただけるための伝え方ですね、そこの営業プレゼン資料の使いっていうところを、そこもしっかり構築されていらっしゃるからこそね、今回制約率 100% でね売れてらっしゃるところがあると思うんですが、最後ちょっと2点ほどなんですが、ご入学いただいて改めて良かったことあれば教えていただけますでしょうか。はい、すごい良かったなと思うのは、やはりこの SNS 集客に関して全く素人だった私にとってみると、全体的なオールインワンで一からしっかりと学ばせていただくことと、やっぱり一緒に学べる仲間たちの情報、先輩からの体験談というのがすごく参考になっていますので、あとは先生が理念と理想を持って熱く取り組んでいただいているおかげで、一人ではできないことも仲間や引っ張っていただく方がいらっしゃるおかげで、スムーズにくじけずに学ぶことができているのはすごく良かったんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。では最後ですね、この動画を見てくださっている方で、うちのスクールね検討されていらっしゃる方とか、これからね SNS 始めていきたいけどまだちょっと一歩踏み出すのが不安という方もいらっしゃると思うんですが、そういった方とか、あとはスクール検討されていらっしゃる方に向けても、最後一言ね言葉があればいただけますでしょうか。自分みたいに YouTube とか本とかで学ぶだけではなくて、自己流でいくら頑張っても体が知れてると思いますので、しっかりとちゃんとした教育をしていただける方から学ぶことが大事だと思ってますので、一人で悩まずに北野先生の無料講座を参加して、自分にとって何が必要なのかということを分かると、多分誰でもできるようなプログラムがこの内容にはあるかと思いますので、ぜひ勇気を持って北野先生の体験談をね受講されることをお勧めしたいと思います。はい、ありがとうございます。弊社もね無料ズーム体験セミナーっていうね、ワンデーズームセミナーっていうのをやっておりますのでね、 LINE の方からズームセミナーとメッセージいただければご参加できるようになっておりますので、ではですね、最後今日ね大谷さんに成功の秘訣をねいろいろお伺いしてきたんですけども、概要欄の方にもね大谷さんの LINE と Instagram のリンクを貼っているんですけども、特に LINE の配信とかもね非常に勉強になると思いますので、ぜひねこちらチェックしていただけたらと思うんですが、なんと今だけですね LINE 登録いただくと大谷先生からですね、なんかプレゼントがねあるということで、簡単にこちらもご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。7大特典という形で、腸活や脳もみに必要な7つのですね動画と PDF をプレゼントさせていただきます。まずは腸活だけではなくて、脳もみ、そして心理学とかコーチングに関する情報を動画から学んでいただくことができるとですね、関心を持っていただいたりできるんではないかなと思ってますので、ぜひ受け取っていただければと思います。はい、ありがとうございます。ちなみにちょっとこれ補足なんですけども、大谷先生はですね腸もみの創始者っていうことで、この業界でもね本当にもうレジェンドと言われるね方なんですけど、腸もみだったりとか、あと今だと脳もみっていうねやり方を結構広められていらっしゃいますけども、これを活用することですごいパフォーマンスが上がったりとか、小顔効果があったりとか、デトックス効果あったり、いろいろなですね、そういった僕のチャンネルは結構企業家さん多いと思うんですけども、そういったね効果も期待できると思いますので、ぜひねこちらも見てみていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということでね、大谷さん本日はねお時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質を
をまとめたこちらに出てる豪華11大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。一つ目、毎月2000万売れる SNS かけるライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー、通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらね、11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですね、そのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップ、そして集客を加速させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。